ヘアグループオールブラックのジェシーです。歌舞伎町プレイヤーズクラブオゾンスーパーチャンピオン神が通るだ。ベルトが欲しかったからです。まだ4ヶ月ぐらいしかやってないけど余裕で勝てそうですね。まああのあれでしょ、あの職業イケメンさんなんでしょね。もうだから、まあ、俺が負けるってことはまあ2億パーないから、あのまあくれぐれもね、あのその大事な、顔をね、あのボコボコにならないように、頑張ってください。あ、まあもう完全決着ですね、 KO で。まあでもこの間のね、その試合から多分1年ぶりぐらいなんで、久しぶりの試合ってのもあるし、結構テンション上がっちゃってるんで、まあ初っ端からバチバチって、まあ1ラウンド KO しちゃおうかなって感じですね。胴回し回転蹴りですね。やっぱり実際のところは多分必殺技とかを出すまでもないと思うんで、まあ必殺技はね、あの最後僕が勝った時に、マイクで、会場に響かせてやると思います。1ラウンドで KO でベルトを奪いたいと思います。まあね、急になんか話が来てね、受けてくれたその勇気はね、認めるけど、とりあえず出たこと後悔させてやるからな、覚悟しとけよ。俺が主役。俺が主役ね。それではここで宴代表中澤達也に代わり、代理として私からタイトルマッチ宣言を行います。タイトルマッチ宣言、本日行われるジェシーと神が通るの試合は、厳正なる計量とドクターチェックにより両選手とも契約体重をクリアし、心身ともに健康であることが認められた。よってこの試合を宴70キロ級キックタイトルマッチと認定する。2020年12月7日宴代表中澤達也。それでは続きまして、現チャンピオン神が通る選手よりベルトの返還を行います。宴第15試合70キロリミットキックルール2分2ラウンド青コーナー悪道ジェシー、赤コーナー戦慄の歌番長神が通る。さあ、タイトルマッチ。スリップです。ラスト1分。タ
して続いてチャンピオンベルトの贈呈を行います。さあそれでは宴代表中澤達也に代わり、代わりに認定賞を読まさせていただきます。認定賞、神が通るだろう。あなたは2020年12月7日新宿フェイスで行われた宴第39幕において70キロ級キックタイトルマッチでジェシーと対戦し王座を獲得したことを認定いたします。2020年12月7日宴代表中澤達也。さあそれでは写真撮影の方いきたいと思いますので、さあ見事防衛いたしました70キロ級キックタイトルでございます。神谷選手おめでとうございます。さあそれでは勝利者コメントの方いただきたいと思います。4分ぐらいですか。あの皆さんはじめまして、あの歌舞伎町プレイヤーズクラブさんの神谷徹と申します。いつも通りしてたわ。いやでもね、1年ぶりの試合だったんでね、ちょっとどうなるのかなと思ったんですけど、まあ、相手の選手、ゼシー選手もねすごい強くて、まあでも有言実行の一覧の KO できたのはね、まあ、すごい良かったなと思います。はい、で前は去年の今頃もねタイトルマッチやって話したと思うんですけど、そうですね、僕まあ、まあまあ強いんですけど、実は本業が僕ね格闘家じゃなくて、あの歌手をやってまして、はい、プレイヤーズクラブ放送でね僕のラストソング聴きたくてね、もうみんなお店に来てくれるぐらい僕コンビニってめちゃくちゃ歌うまいんですよ。はい、ダララ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 ラ BTS 大好きな人いたらね、ぜひ騙されてそう思ってプレイヤーズクラブ王座にねちょっと遊びに来てください。よろしくお願いします。で最後の僕らに伝えたのはチュモレチュモチュクミカドー、ありがとうございました。おめでとうございます。見事防衛としました神谷徹選手、ありがとうございました。大きな拍手よろしくお願いします。